はよう、じゃんけんぽんちゃん。窓は結露でびっしりだね。ポリポリポンちゃん、ちょっと明るくしすぎた。これは花屋で買ってきたお花。この下は庭に咲いてたやつかな。庭っていうかうちのやつかな。このこれなんていうの花。これはガーベラ。ガーベラはこれはトルコキキョウ。トルコキキョウはお花として、お店で買ったものを今ここに一旦水に挿しているんですけれども、これを、ドライにしていこうかという今
計画になってます。このうちではですね、家族会議がそのまま企画会議になっていてですね、こういうことをしたらどうだろうとか、あとハーバリウムがちょっと可愛いからやってみたいねとか、そういうこともいろいろ話し合いながら進めています。はい、はい、ジェン君、はい、行こう。オッケー。ジャン君、おいで。おいで。はい。前にもお見せしましたが、母が作っているこの、原色ドライフラワーというらしいですが、ドライフラワーでも色を残すという形のやつですね。ジャン君に似合いそうな色があったので2階まで持ち上がってきました。ジャン君、ここに来てはどうですか。そこでですね、いろんな話をしている中で、猫に花っていうのは植物ですねっていうのは意外に、怖い場合があって、これは生花の場合ですね。つい猫ってかじるんですよね。で、かじった場合に毒のあるものというのも存在します。それで、あ、このドライフラワーは、まあ、ガラスですからね、これを落としちゃったりすると危険っていうのがあるんですが、その部分をカバーする、例えばシリコンの台を置いてこうずれないようにするとか、そういうことを考えればお花楽しめるねっていうふうに、こうマイナスから生まれた話なんですけれども、我が家では花瓶に花を生けるということをもう20年来やってないんですね。猫がいる間はちょっと無理だねということで、部屋に花を飾るという習慣がなくなりました。それをこれだったら、いけるなと。そしてこの横にジャン君でも座ろうものならなんて美しいんでしょうということになりますね。そのうちジャン君が来たらまた撮ります。はい、ジャン君来てくれました。ジャン君、お花はトルコキキョウとアマリリスだったかな？だったかな？ジャン君。はい、ジャン君にピント。ポンちゃん。ポンちゃんは何を言ってんのかな？私もって言ってるかな？ポンちゃん。
ほんちゃん。はい。やっぱり女の子だね。どうかな？ちゃんと映ってる？ぽんちゃん。このお花と猫のシリーズという感じで、今後も時々撮っていきますのでね、よろしくお願いします。やっぱり美しさがいいよね。ちゃんくん、you